続いて後半は一般社団法人東近江市観光協会の坂口さんに東近江市物産通販サイトについてお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、東近江市物産通販サイトですが、どんなきっかけで始まったんでしょうか？はい、新型コロナウイルスの流行で売上の減少など市内の事業者の皆さんも大きな被害を受けています。東近江市ではそうした事業者の支援策としてさまざまな事業を展開しています。はい、この通販サイトも事業者の皆さんを支援し、これを機に新しいお客様と出会うために立ち上げます。なるほど。このネットショップ事業の実施については一般社団法人東近江市観光協会が受託し、市内事業者の物産をずらっと勢ぞろいさせた通販サイトを運営しています。はい、では具体的にはどんな商品が販売されるんでしょうか？約25の事業者の皆さんに参加いただき、70点に及ぶ商品を販売しています。はい、取り扱っている商品は東近江市産のお米や農産品、七味、健康青汁、市の特産品の船寿司もありますし、はい、和菓子など美味しいものを取り揃えています。うん、それ以外にも市の工芸品である布引き焼きや近江上布のお人形なども販売しています。普段使いにも贈り物にも、使っていただけるようになっています。はい、私も実際にページ拝見していろんな商品があるなって感じました。今後も事業者さんや商品は増えますか？はい、この通販サイトには市内の事業者であれば、ご参加いただけます。はい、現在東近江市商工会と八日市商工会議所にご協力いただき参加事業者を募集しています。会員外の方でもご希望の方はぜひお気軽にお問い合わせお申し込みください。わかりました。では実際に商品を購入するにはどうすればいいんでしょうか？東近江市観光協会のホームページからバナーをクリック、または、ハッシュクッシュ東近江で検索してください。そこから商品を選んでいただくと購入できます。はい、決済方法はクレジットカードのほか銀行振込もできます。なるほど、それはとっても簡単で便利ですよね。はい、市民の皆さんに買っていただくことで、市内事業者の皆さんを一緒に応援していただければ嬉しいです。はい、また県をまたぐ移動をためらう状況で会いたいけれど会えない、遠くに住むご両親や子どもさん、親戚やお友達など皆さんの大切な人に、東近江市を感じてもらえるような贈り物としてもご利用いただけたらいいなと思います。はい、本当ですよね。私もぜひ利用したいなと思います。はい、ぜひご利用ください。はい、他にもこの通販サイトでは物だけでなく体験も選択していただけます。はい、先日市内で農家民泊を営んでおられる方が、こんな状況でも多くの人に地元の良さを知ってもらいたいと動画配信サービス Zoom を使った、料理教室体験を試験的に行いました。はい、今後もオンラインお料理教室など物だけでなく実際に体験することでより多くの皆さんに東近江市の良さを感じてもらえる機会を作っていきます。なるほど、そういった体験をすることでコロナが収束したら実際に遊びに行こうっていう気持ちにもなりますよね。そうなんです。今はたくさんの人に来ていただくのは難しい時期ですが、この状況が落ち着いたら美味しいものも素敵な場所も魅力たっぷりの東近江市に来ていただきたいです。それまでみんなで頑張ろう、そんな思いで運営しています。はい、このサイトを通じて東近江市の魅力をたくさんの方に知っていただきたいですね。はい、そうなるように頑張ります。はい、後半は坂口さんにお話も伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。